はい、お疲れ様です。ボンゴのエンジン、やっと降りたので、元エンジンから、周辺パーツ、まあ、補給類ですね、結構入れ替え必要なんで、外しています。こっちは、エアコン付きだったんですね。まあインジクションポンプもなんか合わないみたいなんで結局元のものを使います。いやー、まだまだ道のりは長そうです。パイロットベアリング死んでる。オイルパン外すの大変苦労しました。だいぶ解体が進みまして、どうもオイルポンプもなんか品番違うようで、やっぱこっちつけた方がいいのかな。まあここのネジもう死んでますけど、まあここは直すとして、まあ、外していきましょう。これが硬いんですよね。ここもテーパーで。テンショナーの玉っころが。いやー、マジ取れないんで、ちょっと、プーラー変えてみます。いった？抜けたか。ホーンがはまってるから取れないのか。
ない、ただ硬いだけだね。はい、来ました、取れました、取れた、はあ、疲れた。単に硬かっただけだね。いやー、これ車上でやんのマジ大変だね。いやいやいや。やっとオイルポンプ取れた。ここのオーリングは注文だね。はい、だいたい元エンジンからの取り外しはだいたい終わったかな。よし、今日はここまで。明日部品注文しないとな。はい、今日も一日お疲れ様でした。